るか。おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し経っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの。おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ、大丈夫か。ここの医者ずるい。外人だから差別した。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリ、クソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのがわからんのか。クソ、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺してやるよ。くそ。手術は終わったのか。ああ、終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったかな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた。え、なんでこいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石。ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちしまえばなんてことはねえ。気を失って寝てただけだ。じゃあ、世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのぐらい入院するんだ。まあ、2、3日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でも、お母さん待ってるんでしょ。まあ、俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前、しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃないぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうな。そうだろう。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。
あ、そういえば代金は。ああ、それなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長されていた頃からの。そっか。ま、会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。おじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前、ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ふん、ああ。ねえジャッカルさん。あ？私ファンなんだ、握手して。うるさんだよガキが。ふん、何も知らねえで。Thank you.
ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなとこで飲んでたんだ。いいんだよ、俺どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。
田工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。ああ、ジャッカルに50万、食品で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。ありがとうございます。なんとお礼をしたらよいのか。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、はるかを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。
レーナ。お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。由美の妹を殺すつもりなんてな。親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？お親父。待ってください。由美の妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ親父。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺は由美の行方を追い続けた。由美の妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこに由美が現れるんじゃないかってな。遥かのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、由美の指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。由美はいる。近くに。必ずな。桐生、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれは遥かにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だから由美もお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前、俺のことを憎んでるのか？わからねえ。だが、結局俺はお前を裏切った。笠間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか、笠間の親父さんを撃ったのは。ああ。さすがにあん時は、手が震えた。やめて！やめてよ、二人とも！なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか？まだくたばっちゃいねえだろ。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。
俺は俺のやり方で道場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かは渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だが、もう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？ねえ、なんで？親父、手はず通り。ああ、やってくれ。はい。お久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！